やあ、刹那圭介だよ。さあ、マリオカート初代マリオカートに当たるスーパーマリオカート実況プレイやっていきたいと思います。このゲーム発売されたん1992年やんやな。俺の生まれる2年前や2年先輩や。スーパーマリオカート3や先輩や。前に俺が挙げとったあのマリオカート8、触ってはいけないマリオカートっていうやつあったでしょ。あの時の触ってはいけない縛りっていうのをこのスーパーマリオカートでもやってみたいと思います。マリオカート8の方の動画を見てくださってない人に説明すると、あのアイテム縛りっていうのはよく見かけると思うんですよ。とってもアイテム使わなければいけるっていうような感じけど、今回は触ること自体を禁止するという、そういうルールでやっていきたいと思います。このゲームには 150cc ってあるんですけど、正直さ、久しぶりにやってみたら 100cc の優勝もできんぐらいに難しいよ、このゲーム。俺小さい頃なんでこんなゲームでバンバン勝ちまくりよったんだろうなって思うぐらい難しい。だから 100cc でいきます。で、使うキャラクターこんな感じで8キャラある。隠しキャラなし、8キャラ、この8キャラのみであります。で、まあ、キャラごとにさ、ある程度性能が若干違ったりするんですけど、今回はヨッシー使う。小さい頃によく使いよったキャラクターですよ。なんかやたら速く感じるんよな。で、キノコカップ。まあ、最初からキノコカップですよ。最初はけんね。ラウンド1。ボーリングかな。これ、スタートダッシュしてもさ、相手が前におるけんブロックされるっていう、すごい現実があるからね、このゲーム。こういうようにね、初代このスーパーマリオカートには結構鬼畜な部分、あい、今、あい、残念。鬼畜な部分があるんやけどね、その前にな、今みたいにさ、アイテム取ったらアウトです。で、今作のアイテムは今みたいに床に置かれとる。床がパネルのような感じになってます。これは避けにくいだろ。こうよく、あー、こう突っ込むんだ。でも、ブロックされるよ、マジに。なんかぶつかった時にさ、やたら俺だけノックバック食らうよね、これ。相手の、ぶつかった相手はそんなに動い、全く動いてないのにさ、俺だけ弾き飛ばせるっていう、なぜか CP 優遇されるというゲームなんですよね。ちょっとその辺のバランス、今とは全然違うんですよ。今のマリオカートとは。とりあえず、一つだけ順位上げたけど、元、やたら早いよな、これ、CP が。あやや危ない、あー、取った、今。今コイン取った。今コイン取りましたよ。コインもアウト。アイテム扱い。です。ラウンド1。何回ボーリングしに来たんじゃ、俺は。で、押すタイミング間違えたら、こういうさ、黒煙吐きながらさ、遅れるんです。これ、丁寧に動かんかったらさ、あまりライバルぶつかるまで良くないよな。だって、弾き飛ばせるもん。このコインの配置の仕方もさ、俺が触ってはいけないマリオカードをやること前提のような感じの聞かれ方、ちょっと任天堂さんが俺に試練を与えてるのかもしれない。そんな置き方、このアイテムやってさ、もう砂のところ走らんかったら避けようがないもん。そう考えたら、この縛り、このゲームではちょっとやばいかもしれんぞ。クリアできるのか、俺わからんぞ。とりあえず兄弟をごぼう抜きして、キノコに狙いを定めて、アイテム使うことが本当に辛いわ、このゲーム。マリオカート8の時もそうだったけどさ。ちなみに今回、てか、初代マリオカートはね、一つのコースにつき5周なんですよ。1周が短いゲームだろうね。で、こういう感じでいっての、ここ、内側走りの、相手は、アイテム大きいの、キノコやけど、あれね、小さなるから。小さなるから、今のキノコ当たったら。実際になったら余計安くなるかもしれんけどさ、遅くなったらあかんでしょ。別に順位とか気にしてないけどさ、この縛り、いや、あー、今おかしいでしょ。いましたか、今。このゲームの理不尽なところのポイントの一つですよ。明らかに不自然な避け方します。CP が。そしてね、このゲームの初代マリオカートの最大の特徴かも、最大かな、でかい特徴の一つとしてさ、4位以内に入れんかったらさ、リトライさせられるんですよ。で、もう一回やり直しなんですよ。一つ目のコース。今のコース、やり直しなんですよ。ただ、スタートの順位はさ、
ちょっと上の方に持ってきてくれとる。というわけですよ。で、今みたいにリトライしたら、残機減るんですよ。残機減らされるんですよ。だからね、もう今は残機ゼロになったでしょ。だからもうリトライしたら終わりなんですよ。リトライできんのですよ。そういうシステムになってるんですよ、初代マリオカート。あと、俺が勝手に、リトライしまわるからね、アイテムを触った瞬間。そのせいで、リトライの機数がどんどん減りよるっていうのも過言でもないよ。つまりね、今回から、マリオカート8の時の縛りにプラスしてさ、4位以内に入れんかってもやり直しになるからね。今、見たでしょ、今。ピーチ見たでしょ、今。今のピーチ見たでしょ、みんな。避けたでしょ、ジャンプして。あの理不尽さないよね。なんでさ、みんな、あんなジャンプの仕方できるんだ、話。俺もジャンプはできるんだけど、これ、高さ足らんからね。正直。こんな簡単に避けられちゃうアイテムの意味ないでしょ。あと、右下のさ、0の、00の数字、コインの枚数、0になってるでしょ。この状態で、これ、0、コインが0っていうわけですけど、ぶつかったら、こう、明らかスピンさせられるというね、これも鬼畜よ。俺、コイン触ったら赤いのにさ、今度は、敵にも触ったら赤いようになるんだ。ひどい。これはひどい。そして、6位で終わる。そして、残機がないからゲームオーバーの文字が出てくるわけです。やばい。久しぶりの構図でここまで実感かかるんやな。まあ、これは、マリオカート8の頃からそうやけど、触ってはいけないマリオカート8の頃からそうやけど、これかこの縛りの厳しいところですよ、初見の方。そしてまたボーリングに来るわけですよ。俺どんだけボーリング好きだ。現実の俺はね、ボーリング、多分自己ベスト75ぐらいだからね。めっちゃ下手くそ。まっすぐ下手、投げることすらできない。あー、お前ら、お前らグルになっとるだろ、お前。絶対グルだろ、今。俺に、今ドンキーさ、やったーみたいな感じのポーズ取ったからね。気になった人はさ、戻してみてほしいけどさ。つまりは、もうライバルにぶつかったらちょっとさ、ヒヤッとする。ヒヤッとするんですよ、ライバルにぶつかったら。結構吹き飛ばされるけん。その割には相手全然微動だにしてないから。ちょっとこのゲームの理不尽な点の一つですよ。あ、出た出た出た。今、明らかに、このパネルの上通ってんのもないのにアイテム出したでしょ。これもこのゲームの理不尽なところ。突然アイテム出してくるからね。お前、アイテム持っとったんか？絶対おかしいだろうっていう状態で。ほら、来た来た。また来た。今のタイミングで出すってことはさ、蓄え取ったとしたらさ、だいたい一周ぐらい、蓄え取ったってことになるからね。蓄え取ったらね。けどね、絶対蓄えてないっていう理由があるよ。なぜかって、今さっき放ったばかりなのにさ、もう一度連続で放ってくるときがザラにあるんよ。そういうところはありますからね。まだ見せれてないけど、できれば見せたいけど、おっ、このタイミングで投げてくるか。これに加えてね、CP が理不尽なジャンプの避け方するからね、それはこっちはたまったもんじゃないよ。やばいやばい、まだ5位になる、まだ5位になる。クッパ抜かせろ、そこ抜かせろ、どけどけどけ、あまただよ。やばい、4位と5位の間に壁があるぞ。はい、ラウンド1。もういいや、ボーリングせずにビリヤードで終わらそうかな。俺ビリヤードやったことないけど。さーて、なんでこんな亀が1位取っとんなだって。ああ、お前らお前らまたドンキーやったーみたいな感じだったんだよ、お前。お前な。くそ。エイドの時もそうだったけどさ、このクソゴリラも言ってえな。このブロック言ってえな。突っ込んできよう、俺やけどさ。我慢ほとんど俺やけど。この砂のところを走って安定して、こっち側ジャンプして若干でも、ショートカットしてアイテム触れんようにして、の、こう横通っての、間をきれいにすり抜けての、突撃の。よし、いい感じ。なんか慣れてきたわ。
このルールなりの走り方っていうのはあるな気がするわ。アイテム取らずに3位4位を点々としてる。来たクッパ来た。あいつに抜かれたら終わり。あいつに抜かれたら終わりやからな。あークッパクッパピーチをもう抜こうとしてる。結構やるぞあいつ。あそんでこのヒゲも出して気軽に当たってもアウト。さあクッパを抜かんかったら俺に未来はない。いやーお前さ絶対おかしい。今2回連続でアイテム放ったでしょ。だってブロック踏む前にもう1本投げてきたかも。お前どっから調達してきたんっていうようなタイミングで投げてきたでしょ。あやややばいやばいやばい。はいまた来たこの日。俺そのアイテムまだったか。ドンキーめっちゃ順位落ちてるやん今。ざまあみろ。あんだけガッツポーズしとった自分を呪うがいいわ。よっしゃあドンキーあんだけ順位落としとったのにもっと戻ってきよう。うわあでも2位になった。やったぜ。ようやく一つ目のコース突破した。10分ぐらいかかったんじゃないのか。この調子だったらやばいし。なんでこんなモブキャラが1位取っとんだって話になったらしい。やばい。そのモブキャラと5秒も差もつけられとるし。けど俺アイテム使ってないけんさ。それにさ、この縛り順位で関係ないけんさ。要はアイテム触らずに5コース行けたら、ああ。初代マリオカートはね、あの、1カップにつき5コースなんですよ。最近は4が多いけど。あーい早い早いわーゲモバこれいいんじゃん。アイテム触ったら今みたいにリタイアしたらさ、エイトの時は最初のコースかやり直しになった時のさ、最初のコースまでは戻らんでいいってことになってるんや。そう考えたらちょっと緩和された部分もあるんやな、エイトの頃から。どうでもいいわ。ところでなんでまたさ、あのモブキャラ1位取っとんや。おい、主役、準主役級どうしたん。あんなモブに取られていいんか1位。あとコインどんどん飛んでいったらさ、後半やばなってくるからね。やばい、もうコイン一つになった。これがゼロになったらさ、スピンしまくるからね。そう考えたらコイン生命線やけん。あんまりライバルぶつかってられんけん。このコインを死守しなあかん。死守。危ない危ない危ない。姫、姫、そんな、ちょっと、そういう変な曲がり方やめてくださいな。ああ、怖っ。ライバルぶつかるもアウトなんやな、これ。正直。即アウトではないけど、ほぼアウトなんやな。あ、怖い怖い怖い。やべやべやべ、邪魔。ゴイラ邪魔。ゴイラ邪魔。ゴイラやめろ。ゴイラやめろ。どけ。もう、あ、来た。クッパ来た。また5枚5位か。またクッパーに抜かれたらゲームアウトみたいな感じになってる。危ないな、お前。来い、最後の1枚落としたら、あー、来た来たデッドゾーン来たデッドゾーン来たぞ。これから、うまく立ち回らなかん。やばい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 。危ない。奇跡起きろクッパー転倒しろ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 転倒しない。やろう。やばい失格無慈悲やな。で順位上がったんはいいけどの状態ですからね。うまくすり抜けて、お前モブどけモブ。あ危ない危ない。今取りかけたやん。ジャンプで避けれるもんなんじゃ。よかったこれ。ようまい。意外とジャンプで避けれるんじゃ。えじゃあ設置されたボラナとかもジャンプで避けれたりするんかな。みんながやゆう、CPU がやゆうってやつ俺も使えるんかな。え、そうなん。リスキーやな。リスキーやけに普通に避けるけど、危ない。ここはちょっと行こう、避けて、ここを、この辺で飛びつつの、あー、またコインが1枚に、このいいコインが1枚っていう、うわ、クッパがやったら、加速してきた。お前最高速重視やろ。加速したらあかんやろ、お前。あー、怖い。あー怖いぞ。お出た主人公6位かお前。6位だったんかお前。あー光り出した。この陸地のタイミングで光り出すマリオもさ、このゲームの独特な特徴ですよ。陸地、あーこれ見た。今消えとったでしょ。消えとったといきなり俺がぶつかるって瞬間にさ、発動し始めた。ほらま、同点じゃ。気が同点するわ俺。こう横通っての加速勝負しての順位がさっきと全く一緒の
な頑張ろうぜ。アモもモブに1位取らせたらあかんで。けど俺には上の順位取らせて。4位以内に入れんかったらこの動画何だったんかな。マークイン取ってのこう行ってのここ、こうドリフト決めてのちょっとこの辺で減速しての、よし、いい感じにいっきょんよな。あとは4位以内に取れるかどうかなんよな。それだけがちょっとうまくいっきょらん気がする。よし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 、よし、おー、あ、いてててて、邪魔じゃん、お前横幅でかいんやけんさ、まあ、ちょっと自重してくれ。自重。あ、マリオ。マリオ、光るな、マリオ。光るなよ、マリオ、お前。俺のぶつかる習慣に光るなよ。デッドゾーンが4周目にしてきてしまった。もうぶつかってられない。お前。今、お前、向こうから、今の不可抗力でしょ、お前。マリオからぶつかってきたんやけど、俺どうしようもないでしょ。やばい、やばい。やばいで。やばいで。敵にもぶつかってあかんのか、これ。あー、光った！もう、光ってなくてもスピンするやけん、ヒカラさんでもいいだろう。よしよしよし、ジャンプしておけて。もうこれ追いつけん、追いつけん。無理です、無理です、ダメです。リタイアします。自動リタイア、自発的にリタイアですよ、もう。ランドワンってもし出てきたら何回目や、これ。もうさ、どんだけよ、俺、ラウンド1の宣伝しようか分からん。でも俺、ヤイオンがカードやけどさ、ラウンド1でカードなんかあったっけ。ないよな。バブルサッカーとか、その辺を押していかなあかんけどさ、サッカーっていうミニゲームはない。2周目です。いい感じに2周目に入りましたが、こっからが問題です。こっからどんどん、おー、ナイスバナナ。やる、誰が置いたか知らんけど、やる、お前か。やったぞ、お前、ゴリラ。ナイスゴリラ。でも抜かせてもらう。こうコインも避けて、普通のプレイじゃありえんようなことをやるよな、俺。コインなんか生命線やけんな。持っとけば持っとくだけいいレベルのもんやけんな。そのコインをわざわざジャンプしておけよからな。よし。とりあえず、クッパにだけは抜かれたらあかん、クッパにだけはね。で、こういってからの、ピーチはまだい、ピーチは。けど、ピーチもできれば抜く。あのゴリラもできれば抜く。てか、ノコノコお前、早いな、お前。なんでモブのくせにあんなに早いんだ。なんだっけ、この頃のモブはそんなに強いキャラなのか、あんぶんない。危ないってば、危ないってば。やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、後ろがきよる。後ろがきよるで。後ろがきよるで。ガー最高デッドヒドで2位になれた、俺。やったで、まさかのビリがマリオっていうね。主人公頑張れ、主人公頑張れ。弟と一緒に逆ワンツーフィニッシュ決めとるやん。主人公といえどさ、マリオカートの世界でこんなもんなんですよ。怖い怖い、いつ俺が落とされるかどうか。そして2コース目来た。さっきあっきらくやられたけどさ、それスタートの時点でいきなり目の前にコインがあったらそうなる。突き飛ばされたら困る。危ない、こんなとこにもコインあるのか。うまく避けて、の、ここ、コイン、コインの配置数多ないか。コイン、ね、こう、なんかコーナーに入るたびにコインある気がするんやけど。危ない。こう、うまくコーナーして、ここのコーナーがすごい結構いい感じ。つくばサーキットの最終コーナーみたいに、もうゼロになった。もうゼロになった、コイン。早いな。コイン切れるの早いな、ぶつかるの早いな、狭いもの。そりゃ狭いものな。危ない。危ない、ルイージ。どういって。どういって。抜きたいだけだよ。どういって。どういって。あ、あん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 、とても大好き、ドラえもん。危ない。よし、ジャンプして、ジャンプの避ける馬になっとる、俺、いつの間にか。本来なら必要ないスキルなのに、ジャンプ馬になってしまっとる。あー、お前も光るんか。くそ、兄弟揃って光るんじゃ、こいつら。うん。アイテム取ってもないくせに光るんじゃ。ずるいぞ、お前ら。俺も光らせろや。うん。何周目今？ 4 周目や。けどな、4位以内にならんかったらあかんのよ。相手にぶつからずに、アイテム使わずに4位って無理です。あ、とてもだ。
ゲームオーバー。やっぱ4コース目に来る頃にはもう奇数なくなったんだな。そして見慣れた風景、ラウンド1、みんなラウンド1はいいとこだぞ。これあんまいかんけど。さあ2位にはなれよんじゃ。できればさ、こう何度もやり直したわけやけん、1位保持してこのコース終わりたいな。終われそうじゃないな今のぶつかり方。けどまだチャンスはあるぞ。あのノコノコ早ない？あのノコノコ甲羅にブースターつけとんじゃないの？そんな気がするんやけど、違法改造じゃない、甲羅に違法改造つけとんじゃないの？車じゃなくてさ、あいつダメなのよな。自分自身に改造するとかさ、レギュレーションが黙っちゃいないよ。あ、だからか。だからさ、今後のこれ以降のマリオカートってか、確かノコノコキャラクターにおらんかったような気がするよな、マリオカート8。だからか、レギュレーション違反でこいつズル証券っていうことでどけられたんじゃ、実用車に。そういうことだったの。マリオカート8にノコノコおらんってそういうこと。あーやってもた。もうノコノコの話しよう、暇はないわ。厳しい戦いが続く。でこう言ってからの、よいしょ。正直この砂の部分なんてそんなに減速してないからね、押したところで。そう考えたらショートカットとして悪くないやな。どうしても避けれんかったら砂のところを突っ込めばいい、そういうことです。さあここ横通ってからのいい感じ、敵にぶつからないことも大切。コイン落としたくない。あいたっ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 た。こうここら辺でコーナーで差がつけれるんだ俺、意外とライバルとコーナーで差がつけれるんだ。瞬速か、瞬速の話しちゃうから俺。危ない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 。あー今どっから出したんや。おならちゃうんだろうなお前。うん、出し方とさ形がおならっぽいよお前のやつ。お前のそれ火だろうけどさ、多分火なんだろうけどさ、うん。匂い嗅いでみ、臭いだろお前。ここを動いてからのここのコーナーで差をつけようと思ったけど、なんか若干失敗したけど、抜けた原因、抜けた原因もう形にはこだわらん。よっしゃ3位、このままいったらいける。コインも3枚あるからね、あとはアイテムにぶつからないように進んでいくのだ。ここ安定のここを走ってからの最終コーナーをバッチリ決めたら、抜かれずに4位にならずに、よし。なんか慣れてきたな。そんな気がするんやけど俺。次だな、問題は次だな。確か残機も2個残っとんよな、2個残っとんな。やけんさ、ここに来る頃には残機が0になっとうけどさ、それがないわけですよ今回。チャンス、そしてスタートダッシュを決めて1位、いいっすよこの始まり方で。こう行ってからのこうジャンプしてのこううまく切り抜けていいぞ。これジャンプしてアイテム避けるもなんか様になってきた、様になってきた気がするんやけど。いいね。おっとアンダーステアが出たけど、これはうまく直線で抜き返した。でここジャンプしてのあっ、お前は甲羅を吐き出すタイプの人間か。お前甲羅どんだけ段数無限なん。シューティングゲームのよくあるお約束というかさ、大人の事情ってやつやな。あんだけ食って補充したくて大丈夫なんですかっていう思いが小さい頃からあったけどね。残念。ラウンド2。もうやり直した時にラウンド2って出てくるのがすごい新鮮やな。これまでラウンド1だったもんね。よっしゃ。でこう避けてここ飛んでからのこう、うまく、あっ危ない、いや危ない、死ぬ。死にませんけど死ぬ。ぶつかりすぎろお前ら。ここはうまくグリップ走行で決めて、あやや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 、死ぬ死ぬ、シャーッ、おおおおおおお、
やばいやばい、5位になってる。4位以内に入れんかったらあかんっていう、そういうルールがもう俺をきつくしまってるね。グリップで走って、よし。あ、クッパ、なんか前におる。よいしょ。あったー、今取った。今取ったよ、残念です。これ無言で入るのどうにかならんかな、俺。あいて、おー、いい感じ、スタート出し決めて1位になって、それでも抜かれんが。で、ここジャンプして、どこ行ってね。今の取り方ないわ今のあっさりした取り方はないわ俺。ゲームオーバー。そしたじゃあさ、マリオカート8のみんな、マリオカートの8を見てくださってる人は知っとるけどさ、この最後のお決まりのフレーズいこうか。ギブアップ。